藤和夫さん、泣いたらいいさ。少し痩せたのか、雨のせいなのか、濡れた肩先小さくなった。遅い出会いの恋だから、我慢するなよ、笑顔壊すなよ。辛い日はこの胸で泣いたらいいさ。4番、杉浦京子さん、黒船愛花。赤い椿の花かんざしが、下田芸者の真珠だって、せめてもう一度松さんの膝で泣きたいや、さめざめと、恋の涙が枯れるまで。3番の伊藤さん、もう少し発音がちょっとね、遠慮がちなんですよね。もう少し大きな声を出すのには、やはりもう噛みつけてわってはいけませんので、力を抜いて声を出してください。そして頭の方の上の方から抜きますと、声がもう魅力的で、また太い声が出ます。それを勉強してください。よろしくお願いいたします。4番の杉浦さん、地のあるような格好でちょっと勉強されたり、鏡の前でね、自分の仕草をよく見てお勉強してくださると良いと思います。5番稲垣仁さん、男涙の子守唄。お話寒く夜は更けて、月はさゆれど日は悲しい、この子を育たず、この子を捨てざれば、この身を揺る。6番吉武武美さん、放浪記。束ねた髪に埃をためて、一皿五千の菜を買う。明かりさざめく天劇も、宵の銀座のにぎわいも、知らぬ知らぬた僕の美しい絵か、青い秋刀の目に涙。
5番の稲垣さんですね、前半の歌の部分ですね、ちょっとこのギャップを感じるわけですよね、詩吟の力強さに比べるとちょっと弱いというか抜ける部分があるので、その辺しっかりと歌っていただきたいと思います。そして6番の吉武さん、非常に声の安定感のある声、特にですね高音の響きが美しく綺麗でした。声がこう戻るんじゃなくて、ずっとこう引っ張っていくっていうのかな、知らぬ知らぬ他国のってずっと引っ張っていく、そういうイメージが出るともっともっとこう遠近感の歌に出てきますので、頑張って歌ってください。横山峰子さん、杉浦京子さん、吉武武美さん、2段認定です。おめでとうございます。皆さんおはようございます。ことあこです。まきちゃん、はい。まきちゃん大きくなったら何になりたいのかな。お嫁さんです。お嫁さん？じゃあね、お隣にね、原さんっていう人がいるのよ。原さんだと、原巻？そんなの、いいや。あ、そうね。じゃあね、伊達さんはどうかな？伊達さん？伊達巻？それもいいや。困ったね。困った巻ちゃんのお話でした。古いこの酒場でたくさん飲んだから、古い思い出はぼやけてきたらしい。私は恋人に捨てられてしまった。人がこの私を札付きと言うから、ろくでなし、ろくでなし、なんてひどい言い方。コーヒーが沸いたら陰口を聞かれて、それでもこの街が一番綺麗だわ。とても好きだけどお別れよさよなら。鳥のさえずりに送られて出て行こう。ろくでなし、ろくでなし、なんてひどい言い方。パパラパラ、パパラパラ、パパラパパラ、ラパパラ、パパラパラ、パパラパラ、パパラパパラ、ラパパラ。輝けカラオケアスリート JKL。